このポーランドにおける死刑では、ポーランドにおける死刑について解説する。なお、死刑制度は1998年に廃止された。1794年に、ポーランドの第二次分割とタルゴビツ連盟結成を受け越し中止後の反乱が起きた。しかし反乱は、失敗に終わり、多くの人間がステファン・ベームの手によって処刑された。この事件は死刑を意味することわざとなった。 ナチス占領下では、他のオーストリアなどナチス支配下の国と同様に厳しい死刑制度が実施されたが、ポーランドは特に他の占領地よりも過熱であった。死刑の適用者が犯罪者当人だけでなく、家族から近所の住民まで、同じコミュニティに属している全員にまで適用された連座性死刑が実施されたからである。ユダヤ人を支援した場合、 支援を提供した本人だけでなくその一家全員、時には近所の人々もすべて死罪とされたのはポーランドだけである。ソビエト占領下では共産主義への政治的対社への死刑が適用され、正確な人数は不明であるが多数が処刑されたと言われている。アウシュビッツにあるヘスの公主代、第二次世界大戦後になるとポーランドはナチス戦犯の死刑を行い、 1946年7月14日には自由都市団地ヒのまたバルテガウ帝国大韓区行政官アルトゥールグライザーがポズナンで公開処刑され1947年4月16日にルドルフ・フェルディナント・ヘスがアウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所で公主刑になった1950年まで法制度上は公開処刑が残っていた 1969年から1995年まで344人が死刑判決を受け183人が執行された。最後の死刑執行はクラックフで1988年4月21日にスタニスロー・ザボンスキーに対して強姦殺人の罪で死刑が執行された。この後にも10人が死刑判決を受けているが執行されることはなかった。 最後の死刑判決は1995年にヘンリク・モリスに出されたが後に減刑されている。人権と基本的自由の保護のための条約を批准すると1998年9月1日に法改正され完全に死刑制度は廃止された。2007年にレフカチンスキ大統領とウファ政党は死刑制度の復活を唱え EU の会議で10月10日を 欧州死刑反対デートする議案に拒否権を発動し EU 諸国と政治的衝突を起こしている。ポーランドの世論調査は63%が死刑復活を指示した。公死刑は午前6時に8つの刑務所で行われていた。死刑囚には執行の日時は知らされなかった。死刑執行を行うメンバーは死刑執行人、監守、医師、検察官、 死刑囚そして死刑囚が望んだ場合は、聖職者が立ち会った。囚人には、手紙を書く、タバコ、最後の食事という最後の権利が認められていた。束縛された死刑囚は処刑室に連れて行かれて執行された。ワルシャワに二人の専任の死刑執行人がいて、各地の刑務所に派遣されたと言われているが、その使命は非公開だった。 軍人に対する銃殺刑は WEN レンバートの軍キャンプで実施されていた。1970年から1988年までに3人の兵士が銃殺された。詳細は死刑執行人ポーランドを参照。ありがとうございます。